歌と踊りはフェデリコモンポーが作曲した15曲の作品群。13曲はピアノのために書かれており、第13曲がギター、第15曲はオルガンのための楽曲である。歌と踊りはひとまとまりの作品として作曲されたわけではなく、1918年から1972年にかけて55年以上の歳月の間に個別に生まれた。各曲は、 導入的で緩やかな歌とそれに続くより動きのある踊りから構成される。両者の間に調整的な関連は見られるものの表紙は必ずしも一致しない。作曲者自身はこの構成についてリリシズム・トリズムの対比であり、歌曲集とそれとは別の部曲集になるのを避けるため、また多くの作曲家が取り入れた自然な論理の一致の帰結であると説明している。 楽曲の大半は既存のカタルーニャ地方の民謡に、基づくがオリジナルの作品も存在する。音楽評論家のウィルフリット・メラーは文法にとっての歌と踊りはパリから故郷を思うという点において、ショッパーにとってのマズルカと近い関係性にあると指摘している。第1番は文法作品でも広く知られたものの一つで、様々な組み合わせの楽器のために編曲されている。 第6番もよく知られている。アルトゥール・ルービンシュタイン、アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ、スティーブン・ハフ、スタニスラフ・ニー・ジェルスキ、アルトゥール・ピサロ、ニール・ガランターなどといったピアニストらが取り上げ、多くの曲が個別に録音されている。また、作曲者自身、アリシア・デ・ラ・ローチャ、マーティン・ジョーンズ、ホルデ・マソ、グスタボ、ロメロ、ピーター・フレッチャーによる全曲録音が存在する。 歌と踊り、第14番は、作曲者自身による録音はないが、これは、カタルーニャ現代、ピアノ作品アンソロジーのための書き下ろし作品を、全曲録音の後に移植されたからである。移植後も録音することはなかった。各曲の演奏時間はおよそ3から5分。注釈出典。ありがとうございます。